はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝原直樹です。今日は国語読解、これね、ジャン・ジオの原作の木を植えた男の後半です。再び、男は、この不毛の大地だったところを、訪れるんですけれども、男は第一次世界大戦の間戦っていたんです。次の年、第一次世界大戦が始まり、それから5年という歳月を私は戦場で過ごすことをなく過ごした。一兵卒の身に植えられた木のことなど考える暇もなかった。まるで幼い日に乗った木馬か、コレクションの切手のように遠い思い出になろうとしていた。戦争から戻ると、わずかな復員手当をもらうのももどかしく、無性に新鮮な空気が吸いたくなって、どこというあてもないまま私の足はあの荒れ果てた地へと向かっていった。土地の様子はちっとも変わっていなかったが、あの廃墟の村まで来てふと見ると、遥か彼方を灰色がかったもやらしきものが絨毯のようにたなびいていた。その前夜からあの羊飼いのことがしきりに思い出されていたので、私は密かにつぶやいた。ああ、ひょっとして1万本の柏の木があんなにも広く根付いたのかもと。この5年間あまりに多くの死を見てきたので、エルゼアール・ブフィエ氏が亡くなっているのではと考えてみたのも無理はなかった。ましてや20歳かそこらの者には、50歳以上の男は死を待つばかりの老人みたいに思われるもの。ところが彼は生きていた。それも一層格尺として。ただ仕事が少し変わっていた。メヒツジを4頭だけ残して、代わりに100箱のミツバチを飼っていた。羊たちは木の苗を食い荒らす危険があるので飼うのをやめてしまったという。戦争なんぞはどこ吹く風と知らぬ顔をして木を植え続けていた。1910年に植えた柏が10歳になって私の背丈を遠に越していた。その素晴らしい光景を前に私は言葉を失った。ブフィエ氏同様、口も聞かずにその日一日ただひたすら林の中を歩いて回った。林は3つの区域に分かれ、長さ11キロメートル、幅3キロメートルほどの広さに及んでいた。それはまさにこの無口な男の手と魂が何の技巧も凝らさずに作り上げたもの。戦争という途方もない破壊をもたらす人間が、他の場所ではこんなにも神の御業にも等しい偉業を成し遂げることができるとは。ブフィエ氏は思いついたことをみんなやり遂げていた。あのブナの木までが私の肩に降りかかるほどの高さになって、見渡す限りに広がっていた。柏の森も動物たちにかじるに任せた歳月を立派に耐えて密生していた。あとは台風にでも任されるほかに破壊の手立てはないだろう。ブフィエ氏はカバの子たちも見せてくれた。植えてから5年になるというから、1915年私がベルダンで戦っていた頃芽生えたわけだ。カバの木たちは若者のようにすっくと立ち、みずみずしさにあふれていた。さらに村沿いに降りていくと、小川のせせらぎに行き当たった。人々の記憶によれば、そこはいつも干上がっていたはず。とすれば、これはまさにブフィエ氏の努力の賜物。もともと古い昔には川はとうとうと流れる水をたたえていたし、あの荒れ果てた村々も古代ローマ期の遺跡の上に立ち、考古学者がその時代の釣り針を発掘したこともあった。が、20世紀に入ってからわずかな水を得るために人々は雨水を貯めておかなければならないありさまだった。風が種をまき散らし、水が再び湧き出すと、柳は芽を吹き返し、小さな牧場や菜園や花畑が次々に生まれて、生きる喜びがよみがえった。ただ変化はとても緩やかに現れたので、日常という闇に紛れて人々を驚かすことはなかった。ノウサギやイノシシを追う狩人たちがたまたま山に迷い込み、豊かに育った若木を見ても、大地と自然のほんの気まぐれのせいだと考えて感動する者はいなかった。
一人の男が作り上げた見事な作品だとはとても想像ができぬことだったので、村人たちやお役人とて同じこと、彼らにも思い及ばぬことだった。1920年以来、私は1年と置かずエレゼアル・ブフィエ氏を訪ねた。彼は相変わらず迷いも疑いも持たぬように見えたが、ああ、神の苦しみは神のみぞ知る。時に虚しさを感じたこともあったことを私は知らなかった。どんな大成功の陰にも逆境に打ち勝つ苦労があり、どんなに激しい情熱を傾けようと、勝利を確実にするためには、時に絶望と戦わなくてはならぬこと。ある年、武兵氏は1万本もの楓を植えた。ところが苗は全滅し、彼は絶望の淵に立たされた。1年経って楓は諦め、再びブナの木を植え始めて、ようやく柏以上にうまく育てた。この類まれな不屈の精神を思うとき、それが全くの孤独の中で鍛えられたのだということを、決して忘れてはならない。晩年にかけてほとんど言葉を失うほどの孤独の中で。1933年にある森林監視員がブフィエ氏を訪ねた。この分け知らずのお役人、おごそかにこう言い渡したそうな。自然の森を守るために外では決して火を焚かぬように、と。素朴な性格のこの人物は森が一人でにこんなにも成長するなんて初めて目にした、と語ったそうだ。当時ブフェ氏は自分の家から12キロも離れたところにブナの木を植えようとしていた。そこで行き来の労を省くため、もう75歳にもなっていたので、そのすぐそばに石造りの小屋を建てているところだった。1年後、小屋は出来上がった。1935年、今度は政府の派遣団が自然林の視察にやってきた。代議士や林野局のお偉いさん、それに営林技師などからなる一行で、あれやこれやと無駄な理屈を述べ立てた後、何やら対策を取り決めたらしいが、幸いなことにほとんど実行に移されなかった。ただ一つためになったのは、この森を国の保護区に指定して、炭焼きのための伐採を禁じたことだった。それほど若く健やかに育った木々の美しさは、人々の心を魅了してやまなかった。私の友人に森林管理の役人がいて、その派遣団にも参加していた。私は一人の男の奇跡的な行為を説明し、一週間ほどしたある日、二人して会いに出かけた。派遣団が視察した場所から20キロも離れたあたりで、彼は仕事の真っ最中だった。私の友人は物のよく分かった男で、ことの真実をすぐ理解して、ただ黙って見守っていた。私はお土産に持ってきた卵を差し出して、三人仲良くパンを分け合い、素晴らしい眺めの中でしばし、黙想の時を過ごした。友人と二人で歩いていたところは、すでに6、7メートルの高さの木々で覆われていたが、1913年頃には全くの荒れ地だった。平和な規則正しい労働、高原の澄み切った空気、そして魂の正常さ、それらが老人に目にまぶしいほどの眼見さを与えていた。まさに彼は神に使わされた闘技者だった。老人と別れる前に友人は、この地にどんな木が適するか簡単な説明をした。ところがしばらく行くとため息混じりにこうつぶやいた。どうやらあの老人の方が僕よりよっぽど詳しいようだ。1時間ほど歩いた後でその思いはますます友人の中で強まったらしく、ついに驚嘆の声を上げた。彼は世界中の誰よりも木のことを知り尽くしているようだ。どうすれば最良の結果が得られるか、ちゃんと秘訣を見つけたらしい。この友人の努力のおかげで、森の安全だけではなく、老人の幸せまでが保障された。森の管理人を3人も任命して、材木の伐採人たちがこっそり渡す賄賂には、目もくれぬよう厳しく言い渡したのだった。1939年まで森林は差したる被害も被らなかった。が、その年、第二次世界大戦が始まった。自動車はまだ木炭ガスで走っていたので、木材が大量に必要になった。
そこでまず1910年に植えた柏から伐採の手がつけられた。しかしあの辺り自動車道から遠すぎたので会社は採算が合わないと見て諦めた。老人は何も知らなかった。そこから30キロも離れたところで相変わらず至極平和に仕事を続けていたので、第一次世界大戦同様、第二次大戦中もただ黙々と木を植え続けた。最後にエルゼアール・ブフィエ氏に会ったのは1945年7月のことだった。彼は87歳になっていた。私はまたあの荒涼とした道をたどろうとした。戦争があちこちに破滅の跡を爪痕を残していたが、今ではデュランスの谷合と山道をつなぐ長距離バスが走っていた。昔歩いて通った場所がなんだかすっかり変わって見えたが、それはバスがスピードを上げて走るせいかと思われた。それにしてもあまりに異なる風景にまさか道筋を間違えたのではと不安だった。ひょっとしてこの辺りあの寂れた廃墟の村なのではないか。バスが私を降ろしたところはベルコンという村だった。1913年頃、村には11、2軒の家があったが、住んでいたのはたった3人だけだった。皆そやな人間で、それぞれがいがみ合いながら生活をしていた。未来への夢もなく、気品や美徳を育むような環境でもなく、彼らはただ死を迎えるために生きていた。今はすっかり変わっていた。空気までが変わっていた。かつて私の襲いかかった埃まみれの疾風の代わりに甘い香りのそよ風が辺りを柔らかく包んでいた。山の方からは水のせせらぎにも似た音が聞こえてきたが、それは森からそよぎくる木々のざわめく声だった。いや、水場に落ちるような水の音もどこからか聞こえてくる。行ってみると並々と水をたたいた噴水が作られていた。さらに驚いたことには、そのすぐそばに一本の菩提樹が立っている。葉の茂り具合からすると芽生えて4年にもなるだろう。それはまさしくこの地の再生を象徴するものだった。さらにその上のベルゴンの村には未来への夢と労働への意欲がみなぎっていた。廃屋は跡形もなく片付けられ、新たに5軒の家が建てられていた。村の人口も28人に増えて、中には4組の若夫婦もいた。漆喰が塗られたばかりの家々は皆菜園に囲まれていて、キャベツとバラの花、ネギと金魚草、セロリとアネモネの花といった具合に列をなして植えられていた。どれもこれも住んでみたい家ばかり。おのずとはずましどりで私は先へと道を急いだ。命の息吹は地中からほとばしり出ていた。山の裾野を見渡すと、まだ青い穂の麦の畑が心を和ませ、狭い谷間を見下ろせば牧草の緑が色鮮やかに目に入る。わずか8年を経ただけなのに、生気と安らぎがあたりの村々に満ち溢れていた。1913年に目にした荒れ地は、スキやクワの手が加えられて幸せとくつろぎを生む見事な高地に変わっていた。古くかある源の水が森の巧みな調節によって雨や雪解け水を程よく加え、とうとうとした流れとなった。人々はそれをせき止め水路を作った。農家ではカエデ林の中に水場を作り、そこから溢れる新鮮な水を田や八花畑に送り込む。一つまた一つと村々が再興されていった。平地に住んでいた人たちが高く売れる土地を引き払って移り住み、この一帯に若さと冒険心をもたらした。みちみちの至るところで若い男女が笑い、陽気な声を上げている。かつての村人たちに比べたら見違えるほど和やかな心で、人々は生活を楽しんでいる。それら1万を超える人たちは、その幸せをエルゼアール・ブフィエ氏に感謝しなくてはならぬはず。ところで、たった一人の男が、その肉体と精神をギリギリに切り詰め、荒れ果てた地を幸いの地として蘇らせたことを思うとき、私はやはり人間の素晴らしさを称えずにはいられない。魂の偉大さの陰に潜む不屈の精神、心の寛大さの陰に潜むたゆまない熱情、
それらがあって初めて素晴らしい結果がもたらされる。この神の行いにも等しい創造を成し遂げた名もない老いた農夫に、私は限りない敬意をいただかずにはいられない。1947年、エルゼアール・ブフィエ氏はバノンの養老院において安らかにその生涯を閉じた。ジャン・ジオの原作、木を植えた男。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。